안녕하세요저는유유이문이다유유이문이다はい、韓国語に韓国語ちょっとだけ勉強してて、で、最近また BTS とかで韓国語を勉強したいなと思ってちょっとずつ勉強しているユンユです。はい、はい、今日やっていくのはですねこれまだやってなかったっけってなっちゃいました。この後すごく僕の得意僕の大好きなアートです。で、色を変えてもいろんな色で楽しめるので、これ、あれ伝えてなかった、やべ、伝えなきゃってなっちゃいました。はい、なのでこれ一緒にやりましょう。皆さん一緒にカッチカチハジャイエーイそれでは早速カラーの方を紹介していきます。ベラフォーマーが2色065-097とベトロが454456、オイルシリーズですね。透け感のあるシリーズです。と130-999、ボスブラックのかなり濃い黒です。あとは BL から1つ010ザ・ゴールドリーフ粗めのラメです。ゴールドのこちらを一旦はけてカラーも出してます。そしてベースに使ったジェルはこの子です。097乳白色のユンユンの好きなカラーです。で、こういう感じなんですけれども、これはブルー系でやってます。かわいいでしょ、こんな感じで、これを赤系でやってもすごくかわいいです。赤系でやるとドク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 ジャジャン、はい、こんな感じ赤系でやるとこんな感じです。かわいいでしょ、これやるのはハマってるんですよ最近はい、それでは早速お花を描いていくんですけれども、透け感のある、オイルシリーズ2色出してます。で、透け感結構しっかり色が出る方も2色出してます。どっちからやるかというと、透け感のある方を後に描くんですよね。なのでこの場合、このちょっと濃いめの方、しっかり色が出る方を使って先に描きます。それを1層目に描きます。使う筆はベラフォーマーのラウンド筆、ラウンドブラッシュを使ってやっていきます。筆にまずはちょこんって取ります。で、もう片方も取ってあげます。こういう感じで取ってあげたら、花びらを描きますよ。こういう感じですね。で、この要領で描いていきます。花びらを、まあ、間にねもう1枚ずつ来るので、それをイメージしながら描いてあげましょう。こういう感じですね。で、しっかり端の方にもお花が来てくださいね。スッとスッ、端の方にもカラーが来る、しっかりこういう感じ。こちらで一度固めます。もうね、花びらを描くスピードは何回かね、この花びらの描き方をやってるので、いつものようなスピードで、お客様にやるぐらいのスピードで描いてます。まあね、もう少し早くてもいけるぐらいになれるとね。そうしましたら、次はオイルシリーズ透け感のあるカラーを取ってあげて、こういう感じですね。透け感のある方で次は間に描いていきます。透けて大丈夫ですよ。透け感のあるカラーであえて描いているので、透けちゃって大丈夫です。今描いてる方は。で、この描いてるアウトラインに最後に黒を使って描いていくので、し
っかりね花びらの輪郭は出てきます。こういう感じですね。はい、もうほとんどここまでできたらほとんどできてます。そしたら花びらの輪郭を描いていくんですけれども、輪郭はこのね2回目に描いた花びらの方だけで大丈夫です。そうすることによってしっかりメリハリが出てくるのと、まあ、花びらがね重なってる感じがしっかり出てくるので完成度が上がります。あ、今塗ってるねクリアジェルは、富士です。私の大好きな、ベトロのベースジェル富士を一層薄くで大丈夫です。こう塗ってます。そうしましたらベトロの999、ちょっとすごくコンテナが黒まみれになってますけど、ボスブラック、すごくね漆黒の黒です。この子ね、まあ、私のユンユの YouTube でも結構出てきてると思いますので、こちらを使っていきます。ジュークのライナー S を使って輪郭を軽く描いていきます。まずは真ん中に花芯かなを描いてあげて、すこういう感じですね。あとはこれに沿ってこの2つ目に描いた方、透け感のある方をあえて輪郭を出してあげます。そうすることによってこの透け感があるのにしっかり輪郭は見えるので幻想的なというか花びらがしっかり浮かび上がってきます。細く描いてあげていいですよ。まあ、細く描くのがね最初は難しいと思うので、最初こんな早くスピードを意識しなくていいですよ。慣れてから早く描くようにしましょう。少しねゆっくり描いてあげてもこのベースジェル富士を使えばそんなににじんだりしないので大丈夫です。こういう感じかな、わかりますか。少しメリハリが出ましたよね。うん、こちらで一度入れます。めちゃくちゃ早いでしょ。これ早いアートばっかですよね。最後はこの子ですね、 BL の私の好きな荒いラメのシールです。少しのホログラムを乱切りにしたような感じの粗さ、この子を置いてあげてちょんちょんちょんと置いてあげたら完成。早っはい、 OK、 どう、もう完成です。これめちゃくちゃ早いですよね。まあ、早い、まあそうね、早いというよりはいつもね花びらを描くのをもう少しゆっくりめに描きますが、今回はもう結構普段お客様にやるスピードに近いぐらいの速さでやりました。なので皆さんも慣れてくるとこれぐらいのスピードでこういうアートができるようになるはずです。これぐらいのスピードでねこういう完成度の高いアートができるとかなり強みになりますよね。うん、少しちょっとダストが入ったかな、はい、でクリアを塗ってあげると、今使ったのはちなみにベトロのノンワイプトップです。この子を使いました。はい、こんな感じです。ツヤっといいですよね。この重なり感立体感かながあるアートです。ぜひこの赤バージョンも作ってみようかな。赤バージョン、まあ色変えるだけですけど気になる人いるかな。こういう感じの今日は透け感のある立体感のあるお花のアートを紹介しました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。こういう感じでできてます。
色変えても赤系で途中で見せたと思うんですけれども、すごく可愛いですよね。なのでもう僕がやってない色の組み合わせとかでもやってもらって、タグ付けとかしてもらったら見に行くので、はい、ぜひたくさんやってください。よろしくお願いします。すいません。